ライブ配信を始めます。ゆか先生とゆかいなブラザーズでーす。アンドトナちゃんとゆかいのワンワン。そうです。トナちゃんはトナちゃん見せてあげてください。トナちゃんなんと鬼になっちゃってます。鬼のパンツもね履いてるんですよ。本当はですねゆか先生赤鬼でこの鬼のパンツ、履こうと思ったらですねトナちゃんに取られてしまいました。残念ということで、今日もね暇な人たちが見てくださってるんですが、暇じゃないね、時間を作ってくださって見ていただきましてどうもありがとうございました。はい、ちょっとですね音声の不具合で若干遅れたことをお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。さて今日はこの格好をしているのであれですね、あの曲をやりたいと思います。最初に鬼がいるので豆まきしちゃうぞ。今何書いてるのかな。はい、はい、そして、カツラを取った人、誰も歌わないということでね、はい、孤独にやっていきたいと思います今日もね。はい、というわけでそうですね、はい、じゃあ豆まきをしましてでですね1年前にですね赤鬼とあと、バイオリンの里美さん青鬼そして、紫鬼としてね神田さんもね一緒に、やってくれたんですが、そこからもう1年も経ってしまいました。今年ね鬼のコンサートができなかったんでちょっと無理やりここに突っ込んでおります。今日の曲の選択はですね、ブラザーズがねやりたい曲ということで決めていただきましたので、はい、では次の曲、鬼のパンツみんなで演奏するよ。で、その前にね、手遊び一緒に確認していきたいと思います。一緒にやりますよ。せーの。鬼のパンツはいいパンツ。強いぞ、強いぞ。虎の毛皮でできている。強いぞ、強いぞ。5年履いても破れない強いぞ強いぞ両手10年履いても破れない強いぞ強いぞ履くよ履こう履こう鬼のパンツ履こう履こう鬼のパンツあなたもあなたもあなたも私もあみんなで履こう鬼のパンツっていう感じでやっていきたいと思います。履こう履こうはね後で繰り返したいと思うので、じゃあみんな本番いくよ、一緒にやりましょう。皆さんやってくださいね。何やってるんですか。歌うけどさ歌うけどさって、はい、じゃあいきます。
腹ペコ青虫をこの格好でね演奏したいと思います。じゃあカツラ取る、お仕事してください。カツラ取ります。待ってるわ、はい、あいやこれはいはい、じゃあ準備してください。じゃあねーやるー。はいはい、はい、頭気をつけてくださいね。はい、あの赤鬼の時のユニフォーム着てるんですけどもね。はい、鬼の赤面かわいいねということでありがとうございます。身内ですね、身内が言ってますね。はい、では、はい、じゃあコールしましょう。コール、はい、君を言ってください。ラペコアオムシ始まり始まり、大きく太っちょに。
てどうもありがとう。途中何かあってもね、あのそういうのにはね動じないでね頑張るってその気持ちね大事なんだよ。はい、ではね今日のライブ配信を終わろうと思うんだけど、その前にお知らせがあります。ピッコリーニ主催のことではなく、ピッコリーニのメンバーが出演していた YouTube 動画配信のお知らせだよ。ピッコリーニのホープエース、平川優さんバイオリンで、ダンダンチェンチェンチェレレンっていうあのね、ヴィヴァルディのね四季より春というのを演奏しているのと、私が、バッハのカンタータを演奏しているのと、それからですね、ピッコリーニのボス東江さんがですね、モーツァルトのピアコン19番をですね、弦楽で演奏しているということで、これはですね伊勢原市の YouTube をね検索してクリックしてもらうと、演奏が見れますので、ぜひ皆さん聞いていただければと。そうなんです、アッキーさんが編集してくれました。3月1日から5月31日までのたった2ヶ月の、ね、期間限定で伊勢原市の YouTube から、見られます。本当は、ね、市民音楽会なので、いろんな人が、ね、来て、たくさんの人に、ね、生演奏を聴いていただきたかったんですけど、まあ、今回コロナ禍の中で、まあ、特別に収録をさせていただきました。ぜひ、ね、まあ、こういう、ね、ふざけたことは一切やっておらず、みんなでね、すごく一生懸命そこに向かって頑張って練習しましたので、ぜひ聞いてもらえると嬉しいです。では最後に、どこかで春がという曲をみんなで演奏して終わりたいと思います。ブラザーズもぜひ歌ってください。終わった紙飛行機で遊んで、はい、行きます。はい、どこかで咲いてたり梅の花も綺麗ですよね。自然から春を感じて、私たちもね本当の春が来るように、ね、願いながら前向きに明るく暮らしていきましょう。はい、ありがとうございましたね。今日はまだいいお天気ですよね。ぜひお外でね運動したりとか、やってくださいね。また来月もねライブ配信するとかしないとかっていうね、話です。ね、みんなで対面でファミリーコンサートできるまではやりたいと思いますので、ぜひお付き合いください、ね、お家で歌ったりしてくださいね。それでは今日も、ご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。おなら、前におなじみの最初はグー、あ、じゃあ